ということでね、続いての曲いいですかね、最後お願いします。最後です。最後の曲なんですけども、ちょっと説明します。スタジオジブリ知ってる人、はい、制作の長編アニメ映画、宮崎駿の作品です。なんと昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジー。田舎へ引っ越してきた草壁一家のさつきめい姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる不思議な生き物トトロとの交流を描きます。私はでもトトロに会ったら思わず逃げ出すと思います。怖いもんね、食われたらどないしようとか、猫バスなんか来たらもうびっくり仰天。皆さんどうですか？それでは散歩と隣のトトロを2曲続けて演奏します。どうぞ。はい、お子様方歌っていただいても結構なんで、よろしくお願いします。僕と一緒に踊りましょう。知ってる曲なのね。これなんと僕が会社に入社した翌年ぐらいから流行った曲みたいでね、初めてね放映された、すごい歴史もある。そうですね、未だに
やっぱりあっちゃこっちゃでね、流れてるんで、そうですね、うちとしてもずっと演奏できるんで、ありがたいです。あ、ね、またあの、ね、みんな参加しやすいし、まあ、僕はちょっと一人踊ってましたけど、ね、ありがとうございます。なんか思わずこう歩きたくなるね、この曲ね。はい、ね、でこれで一応終わりなんですが、うん、これで終わっちゃうの？皆さん、なんかアンコールがあったら、アンコール、アンコール拍手お願いします。ほらほら、これやらな、みたいな。じゃあ、もう一曲だけ、すいません、よろしくお願いします。はい、皆さんも聴いてください。はい、じゃあ、アンコール。僕はちょっとこれ何がなるんかちょっとわからないんで、すいません、申し訳ないです。聴いてないんでね。はい、何でしょう。